休憩前に引き続き会議を開きます。午前に引き続き内閣提出出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りをいたします。 本案審査のため本日政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長竹内勉君及び出入国在留管理庁次長西山拓司君の出席を求め説明を聴取したいと存じますがご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。米山隆一君。はい、それでは会派を代表して質問いたします。まずちょっと昨日の、おとといですね、質問した内容とも多少かぶるんですけれども、ただまあ、おとといの質問のときには、改正入管法第61条の2の9の第4項第2号の方で質問したんですけれども、まあ、これ、もともとここが引いている第24項第4号はというのはですね、午前中の参考人の意見聴取のときにも、橋本参考人からも出たところですが、まあ、この24項の24条の方ということで、またもう重ねてご質問させていただきます。で、まず24項、4条各号はですね、退去強制を行うさまざまな要件を定めております。で、例えば 3号の2はですね、公衆等、脅迫目的の犯罪行為等、いわゆるテロを定めており、まあ、これはまあ、さすがにテロをする人をね、国内に受け入れるってことは、それはありえないので、それは結構ですと。それは誰もが思うところだと思います。で、また3号の5。行使の目的で在留カードもしくは特別永住者証明書を偽造しもしくは変造しまたは所持することと、これもですね、まあ、それは在留カードを、ね、変造するような方にいてもらっても困るのでそれはそうだということで納得はいくと思います。で、一方ですね、何度も私も取り上げ橋本参考人もおっしゃられたところではあるんですが、4のは括弧3、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持または運行を停廃しまたは妨げるような総理行為を干渉する政党その他の団体、まあここまでは100歩譲っていいとして、団体を結成し、もしくはこれに加入し、ここまで100歩譲っていいとして、またはこれと密接な関係を有するものとなりますとですね、まあ、これ、しかもまあ通常のスト、例えばその鉄道会社のストなんかだって、まあ、安全施設がね、多少なりとも問題になるところはあるわけなので、このストどころか、まあ、組合員の家族、まあ、もしくは友人ですら、条文上当たりうると。でしかこれは難民とかじゃなくて、通常、普通に在留資格のある方が強制退去に該当するっていうことになり得てしまうわけなんです。で、さらに言うとですね、この条文は、労働関係調整法第36条の工場事業場における安全保持の施設の正常な維持、または運行を停廃し、またはこれを妨げる行為は、葬儀行為としてでもこれをなすことはできないという条文、そっくりそのまま、まあ、つまり、労働法の条文をそのまんま入管法に持ってきましたっていう法律な、立て付けなわけです。で、そうしますと、これ、要するに外国人に労働葬儀をさせてはいけませんよと。なんかこれはね、不当労働行為であるうんぬんって話はそれでいいと思うんです。だから労働関係調整法で外国人も一緒にその起立するのはそれはいいと思うんですけれども、それがいきなり退去強制になるというのは極めて不適切だと私は思うのですけれども、特にね、再三指摘しているところですけれども、単にまあ労働組合に加入、もしくは労働組合の家族や友人すら強制退去の対象となるような条文が存在することに関して、これ、大臣のご所見を伺います。斉藤法務大臣。入管法第24条4号は、暴力主義的破壊活動者等を退去強制事由として定めており、同号括弧3はご指摘のように、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持、または運行を停廃し、または妨げるような葬儀行為を干渉する政党、その他の団体の加入者等を対象としています。
そして4月19日の法務委員会において委員からのちゃんと働いていてストにちょっと参加した場合に暴力的破壊活動者等に当たるかとの趣旨のご質問に対し、私は一般論であるが、ご指摘のような適法な葬儀行為は通常工場事業場における安全保持の施設の正常な維持または運行を停廃しまたは妨げるような葬儀行為に該当することはないとお答えをしたところであります。そして工場事業場における安全保持の施設とは労働関係調整法第36条により葬儀行為が禁止されている工場事業場における安全保持の施設と実態的に同一の意味があると解されています。その上で最高裁判例において労働関係調整法36条に規定する安全保持の施設とは炭鉱におけるガス爆発防止施設等のような直接人命に対する危害予防のためもしくは衛生上欠くことのできない物的施設に限られる旨最高裁で判事されているところであります。したがいまして入管法24条第4号をに括弧3に規定する政党等とはこのような人命に関わるような限られた物的施設の正常な維持または運行を撤廃し停廃しまたは妨げるような葬儀行為を干渉する政党等に限定されると考えております。したがいましてあくまで一般論としてお答えしますが委員のご指摘の単なる労働組合に加入したものその家族や友人に該当することをもって暴力心的破壊活動者等に該当することは通常はないと考えています。米山隆一君、はい。今のご答弁はそれはそれで大変結構と言いますかね。それは外国人の方も聞いておられるわけですから、それは労働組合ないと、そのご答弁はそれは大変ありがとうございますと言わせていただきたいと思います。でそうしますね。さらにこれ、印刷物、映画その他文書とかを作成し、頒布し、または展示した、要はビラ配りをしたっていう人も入っているわけなんです。でちなみになんですけれども、再三大臣破壊、暴力的破壊活動団体と同等にとおっしゃられるんですけれども、この条文上の立て付けとしてはですね、ちょっと待ってくださいね、条文上の立て付けとしては、今の一問飛んじゃったので、読ませて、そこに戻らせていただきますが、内政24条、次の各号のいずれかに該当する外国人については、事象に規定する手続きの日本省からの退去を強制することができるとなっていて、でいきなりですね、これが4号で、4号の和のところに行きますので、全然、この特に破壊的とかっていうことは、条文上はそういうふうには読めないわけなんです。条文上は、これに当たればもうそうですよって言って、和の括弧3に直接行きますんで、全然破壊的だなんてことは書いてないんですね。ね、私、再三言ってるところなんですけれども、それは適切に運用するからいいのであると、でもしくは最高裁の配慮があ あるからいいのであるというのは、それは国内 の論理ではあるんですけれども、法律っていうのは、やっぱり海外に向けても、日本の顔でもあるわけです。で、午前中の参考人質疑でもありましたけれども、参考人意見聴取でもありましたけれども、日本は難民から選ばれない国だとおっしゃられて、だからいいじゃないかっていうのは、それは全然違っていて、難民から選ばれる国にならなきゃいかんわけです。で難民から選ばれるってことは、ありとあらゆる難民の方が、判例まで知ってるわけじゃない、国内の運用まで知ってるわけじゃない、多くの人は法律を見てやるわけですから、そもそもこの条文は残すことは本当にいかがなものなのかと思いますっていうのを、もう一回言わせていただいた上で、さらにね、さらに問題のある、そのビラ配りをしたというこの条文については、どのようにお考えになるでしょうか。斉藤法務大臣。まずですね、入管法第24条4号和に規定して、政党等というのは規定しているわけですね。で、公務員という理由で、公務員の殺傷を干渉する政党ですとか、公共目的、施設の破壊等を干渉する政党などのいわゆる暴力心理的破壊活動団体を言っておりまして、入管法第24条4号下に該当するものは、これらの団体の目的を達成するために一定の宣伝活動を行ったものを言うと、これらの暴力主義的破壊活動団体の目的を達するために印刷物等を作成、頒布するなどしたものは、暴力主義的破壊活動団体と同程度に日本国及び日本社会にとって重大な脅威であり、
反社会性が高いと考えています。で単に、まあ、例えば単に頼まれて、事情も知らずにビラを配った者がじゃ あのこういう自由に該当するかということはありえないと私は考えておりまして、暴力主義的破壊活動団体の目的を達するために印刷物等を作成頒布するなどしたものを送還停止項の例外とすることが、まあ、厳しすぎるということにはならないと考えています。米山隆一君、はい、まあ、今のご答弁としてはもちろんありえないとご答弁はそれ大変ありが結構と言いますかありがたいことだと思います。ただこれ再三申し上げますけれども、条文の立て付けとしては次に掲げる政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入し、またはこれと密接な関係を有するものとまずあって、カッコ1カッコ2カッコ3とありますので、条文はこれ通常カッコ1カッコ2を前提とせずにカッコ3だけでも該当するという、それは条文で そういうもんですから、これカッコ3に直接該当したら言っちゃうわけです。なので単に別に破壊的でなくても、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持、または運行を停廃し、または妨げるような掃除行為を干渉する政党その他の団体は、もうこの条文に該当するっていうのがもう条文なの でこの条文が、まあ、そうだけれども違うんだっていうのはちょっとそれは無理があるし、その条文を無視していいんだったら、この一体された法律って何なんだという話になっちゃいますので、まあ、この条文上は単に安全装置の特に破壊活動とかしなくてもね、安全装置の維持または運行を停廃すればいい、要はその安全装置を止めるなら該当するんだということはね、再三指摘させていただきたいと思います。ですのでこの条文は明らかに暴力主義的破壊活動団体と同程度でないものを対象としております。なのでそれはやっぱりきちんと改正しないと、それはいくらなんでも恥ずかしいと、ね、それは日本の国益にとっても私はプラスでないと思っております。でちなみに大臣からですね、最高裁の判例のことを言ってくださいました。これはお手元の資料にあるので、まあ、ちょっとちらっとご覧になっていただければと思うんですけれども、これはまあ精神病院での看護師の人で、看護師は掃除行為として統廃薬、診療の補助、看護等の業務を廃棄することが労働関係調整法第36条、すなわち工場事業場における安全保持の施設の正常な維持、または運行を停廃し、またはこれを妨げる行為は、というふうに当たるか当たらないかというのが争われた裁判です。で、これ、まあ、大臣がおっしゃられたように、まあ、確かにこれは一審も二審も最高裁も当たりませんという結論は出てはいます。で、ただし、まあ、そもそもその精神病院がこの工場事業所に当たるかみたいな話で、この36条がそもそも適用されるのかということに関しては適用になりますという判断です。で、客観で、ただし、しかもこれ、単になんていうか、工場じゃないからダメとか、鉱山じゃないからダメとかじゃなくて、客観的危険が現れていないと、まあ、ストによってそれは多少なりとも抽象的危険はあるんだけれども、直接その患者さんに、どの患者さんに危険とかってなってないから違うんですよということを言ったわけです。逆に言えば、まあ、それは客観的危険が現れたら、この患者さんがちょっとこう、それでこの容体が悪くなったとかだったら当たりますっていうことが、まあ、含意されてるわけなんです。でしかも、まあ、最高裁まで行ってるわけなので、これ最高裁って、まあそうこれあんまり知られてないんですけれども、そもそも受理されないわけですよ。そもそも審議すらしてもらえない、持ってったって、もう門前払いって言いますかね、もうこんなもん最高裁案件じゃありませんがなって言われて終わってしまうわけなんですけれども、審理されてる時点で、それは一定程度の、まあ、検討の余地があると言いますかね、そうかもしれないと思われてずっと検討されたわけです。で、ちなみに条項で、これ、元となっている第61条2の9第4項2号になりますと、第24項第4号下に該当すると疑うに足りる相当の理由がある、これね、相当の理由があるわけですよ。だからこれ、やっぱり当たっちゃうんですよ、条文としては。条文としては、だってこんな最高裁でもちゃんと争うぐらいしっかり論理立ってて、そうかもしれないっていう、だから疑うには相当な理由があるでしょっていう話になるわけなんです。で、そういう条文をひたすらこう置いとくと。いうのは私は、ね、本当によろしくないと思うんです。そして、まあ、ちょっと午前の参考人の検証値でもあった話なんですけれども、まあそのね、先ほどもちょっと言いましたが、日本は難民から選ばれない国だっていうのは、全く私はよろしくないと思うんです。日本はもう、われわれ日本はですね、人権外交を掲げて、またホイップとかですね、自由で開かれたインド太平洋と言ってるわけですよ。で、自由や人権や自由を掲げるならばですね、それはもちろん政府・自民党さんがおっしゃっているように、安全保障の義務を、まあ、
一定程度シェアするって、それはあると思うんですよ。でも同時にその自由を維持するコスト、それもシェアすべきなんだと思うんです。それはその難民の方は、それはね、難民の方で私、犯罪が増えるとは思わないけれども、それはもちろん文化的圧力もあるし、生じるでしょうし、まあ、もしかしたら一定程度犯罪は増えるのかもしれません。だけれども、そのコストをみんなで自由主義社会でシェアすることによって、自由主義って世界で保たれてるわけですよ。で、世界で自由主義が保たれなかったら、どっかの国が攻め込んできたら、やっぱり保てない、一国ではなんかできないんですよね。だからその難民を受け入れるっていうことに関して、まあ、午前中のお話もありましたけど、それは国の日本国のその事情はあっていいんだけれども、やっぱり世界全体でこのコストをシェアしようと、世界全体で標準的なことをやっていこうっていうのが私はあるべき姿だと思うんです。ね、まあ、私、ね、留学経験があり、斉藤大臣もほぼ同じ場所で留学されてたわけなんですけれども、私当初はタワマンみたいなところに住んでたんですが、お金がもったいなくなって、難民か移民か分かりませんけど、難民や移民が多くて殺人も起こると言われている地域でに移り住んだんですね。でも、まあ、楽でして楽しかったっていうか、私も異邦人であり、彼らも異邦人であり、で異邦人の中で誰からも差別されないって言いますかね。その人はもちろん治安は大事だけれども、日本国の治安は大事だけれども、同時に人にとって自由って大事で、人間として認められることって大事なんですね。だからこそ我々難民条約というものを作ってみんなで受け入れようと、コストがあってもリスクがあっても、それは一定を超えたらダメですよ。一定を超えたらそれは殺人とかテロとか、それはいいと思うんです。でもそうじゃない葬儀行為ね、しかもビラ配ったみたいな人で、いくら大臣が分業としてしないって言ったって、条文としてはどう見たって当たる。で、実際問題葬儀行為でこの裁判になってる、そういうような条文を残すのは私はいけないと思うし、それは難民条約にも反すると思うんです。大臣のご所見を伺います。斉藤法務大臣。まずですね、私も大臣就任する前は超党派の議員連盟で、人権外交を推進する議員連盟の共同代表をやっておりましたので、今米山さんがルール述べられたご主張の根底のところは同感をしています。でその上で今ご指摘の最高裁判例において、まあ、最高裁が上告を受理した件についてお話ありましたけど、まあ、これはご案内だと思いますが、最高裁によって判断されるべきものなので私からは答弁はできないわけでありますが、まあ、その上で委員ご指摘の判例は、精神病院の従業員が葬儀行為を行うことに関して医療法人と労働委員会との間でその葬儀行為が違法であったかどうか争われた事案であると承知していますし、その判例におきましては繰り返しになりますが、労働関係調整法第36条が規定する工場事業場における安全保障施設とは、炭鉱におけるガス爆発防止施設等のような直接人命に対する危害予防のため、もしくは衛生上確保とのできない物的施設に限られる旨判事をされているわけであります。条文の立て付けについてはご指摘をいただいておりますけど、そこは見解の相違ということで理解をしております。米山隆一君。はい、まあそうなるんでしょうが、ちなみにただ最後の見解の相違のところは、そこは私はそれは違いますと申し上げたいんですけれども、それはさすがにそう読むっていうのはそれは無理ですよ。それだって項目ごとに分かれて 1,2,3 ってなっているときには、その覚悟に当たるのはどれかに当たればいいのであってね、1、2は前提とされずに3に行くわけなので、その無茶な解釈を押し通すのも、それもまた日本が法治国家としていかがなものかと思われますので、大臣のそのご見解の通りなら、それは修正が必要だということを言わせて指摘させていただきます。で次に第61条の2の9の4項1号2号の審査機関の実質的確保について伺います。これ前半の2問はですね、これも19日に質問したんですけれども、まあ、前提として、まあ、もう忘れてる方も多いでしょうから前提として伺わせていただきますけれども、改正入管法第61条の2の9第4項の第1号2号による送還停止法の例外に該当することについて、これ、まあ、知らされなければですね、これ異議を申し立てられないわけでございます。
で、これはどのように伝えられるかと。で、送還停止後の例外となるものについてはすべからく送還停止後の例外となる旨と送還時期等の計画について本人に、まあ、もしこれは口頭もしくは書面、私書面がいいと思いますよね。で、本人に理解できる言語で伝えるということでよろしいでしょうか。まあ、再度と聞かせていただきます。西山出入国在留庁在留管理庁次長。本法案におきましては、退去行政令書の発布後、早期に当該外国人を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握した上で、退去のための計画を定めることになっております。この退去のための計画の作成にあたっては、当該外国人の意向の聴取等を行うこととしており、また、計画の作成後にも計画の内容に変更がある場合などには改めて意向の聴取等を行うことを予定しております。まあ、こうした退去のための計画の作成等にあたっての意向聴取等の過程におきまして必要に応じ当該外国人に対し適時に説明を行うことにより当該外国人は自らが送還されうる立場にあるか否かを適切に認識できることとなるためご指摘のような告知を行うなどの仕組みを設けることは考えてございません。米山隆一君。これもまたね不思議なことをおっしゃられるわけなんですけれども、いやじゃあ、まあ52条の8条の中でちゃんとやるっていうやるからまあいいんだっていう話なのかなと思いつつ、それは結局適切にやるからみたいな話なわけですよ。でもこれもそのまあ再三やっぱり運用でやるからいいんだって話をされてるんですけれども、手続き保証ってそういうもんじゃないわけですよね。ちゃんと手続きとして書いてあるからできるんだし、で手続きとして書いてあるから、いやそれがあるかないか、ないってことが分かるわけですよ。要するに入管庁の方で勝手にいやこれは知らせるか知らせないかって決められた場合には、それがないと判断されたことは分からないじゃないですか。あると判断されたことは分かるけれども、ないと判断されたことは分からないというようなことが起こるわけですよね。でなのでそれはきちんと52条の8でやるというのであれば、その中でこの61条2の9の第4項第1項第2項に当たることはその言えばいいじゃないですか。言うって書けばいいじゃないですか。でもしくはそれこの条文に書かないんだったら規則か何かでそう定めればいいじゃないですか。それをやるおつもりはないかあるかお答えください。入国管理庁次長西山さん。個々の事案において必要に応じて行うものであると考えておりますので一概に申し上げることはできませんが、退去のための計画、退去のための計画の作成変更にあたり意向を聴取することとなれば、例えば送還停止法の適用等といった送還を妨げる事情がなくなった場合には改めて意向を確認する中で送還されうる立場にあることや送還予定時期を認識できるような説明をすることになるというふうに考えております。米山隆一君。はい。まあ、答弁としては再三ね、答弁としては結構なんだと思うんですよ。その今の答弁を根拠にですね、それは皆さんちゃんとやってくださいねって言えるようになりますから、その野党の質問としては、それは答弁としてはありがたいと思います。でもそれをちゃんとやっぱり法律なり規則なりぜひね反映すべきだと思うし、それが手続き保障であり、それが人権保障っていうもんだと思います。で4項1号は括弧脇の中でですね、第61条の2第1項または第2項の申請に際し難民の認定または補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したものを除くとされています。ね、でまあこれはねこの規定があるのはいいんだと思うんですけれども、2度 の難民申請を行って認められなかった人にとってはですね、まあ、その瞬間に認められないよって言った瞬間にですね、もはや強制退去手続きの対象なので、それは一刻も早く3度目の難民申請は当然行いたいと思うんだと思うんです。でも一刻も早くやりたいと思うと相当な資料は出ない、ね、一方相当な資料を溜まってから出そうと思っていたら送還されてしまう。だからといって慌てて出したらなんも相当な資料じゃないかなって言われてしまうっていう、まあ、ジレンマに陥ると思うんです。でここもやはり実質的な機会が失われないように、まあ、これも必ずしも法律でなくたって規則だっていいと思うんですけれども、例えばその2ヶ月ぐらいの申請期間を設けると、わざわざね法律で相当の資料を出したらいいんですよって書いてあるんだから、それに対して適正な手続きっていうものを定めるべきだ。でかつその間は送還を停止すべきだと思うんですが、ご所見を伺います。西山入国管理庁次長。
本法案におきましては、3回目以降の難民等の申請者につきましては、送還停止後の例外としておりますけれども、このようなものであっても、例えば2回目の難民等不認定処分後に新規事情が発生した場合など、適正に難民等と認定しなければならない場合もあり得ることを踏まえまして、申請に際し、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したものについては、なお送還停止後の対象とすることとしております。その上で、際限なく資料の提出を許すこととなりますと、その都度相当の理由がある資料か否かを判断しなければならず、迅速な送還に支障を期し、適正手続きの保障と迅速な送還とのバランスを欠くことになる。ご指摘のような期間を設けることは適当ではないと考えております。また相当の理由がある資料は申請者の供述であってもよく、期間を設けなくても申請者に特段の不利益は生じないと考えております。まあ、なお3回目以降の難民等認定申請者にとっては相当の理由がある資料の提出機会を十分確保されること、これは重要であると認識しておりますので、送還停止後の例外規定の内容を周知するとともに、3回目以降の難民等認定申請者に対して個別に享受する旨の付則を設けることとしており、万が一にも本来保護されるべきものが送還されることがないよう配慮しているところでございます。米山隆一君。で、またそうなんですねと思うんですが、それ違いますよね。だって期限があれば一定程度ね、そのしかも合理的期限ですよ、まあ、別に長すぎる期限を置けって言ってるわけじゃないわけですよ。別に合理的期限を置いて、でそのぐらいですよって言えば、まあ、それはなんていうか、それに合わせて人はちゃんとやるわけですよ。自分のだって生命もかかってるわけですからね。逆に全くそこが恣意的になると、いやまあじゃあしょうがないからとりあえずやってることを出すために1枚紙を出そうって、でもまた次2枚紙を出そう、3枚紙を出そうって言って、それは次々と続いてって、一体全体いつになったら終わるのかわからないっていう状態が起こるわけです。ね、そんなことをするよりも、むしろきちんと期限を決めて、逆に期限後は受け継いだにはいいわけですよ。そりゃしょうがないじゃないって、よっぽど特殊なことを言わない限りね、何か起こったらだめです、例外はありえるけれども、基本は期限までしか受け付けませんよって言えばいいわけじゃないですか。だからそもそもさ、まあ、それは冷たいように見えるかもしれませんけれども、そもそも送還ってそういうことなわけでしょ。一定程度のところでもどうにもならなくなったら、それはまあ、ありとあらゆるものには、なんていうか、そういう手続き的なリスクがあるのはしょうがないじゃないかっていう。ところだとは思うわけなので、だそういう意味できちんと決めた方がいいじゃないですか、ね、何かと何もかにもをその適切にやりますっていうのはかえって適切でならなくなると思うんです。もう一度伺うんですけれども、せめて規則でいいので期限を決めるべきじゃないですか。西山入国管理庁次長。繰り返しになりますけれども、やはり際限なく資料の提出を許すこととなれば、迅速な送還に支障を期するということでございます。ただ、その具体的な運用の在り方につきましては、まあ、現在、検討中ではございますけれども、いずれにしても手続きの適正を図る観点から相当の理由のある資料について、その提出の有無は慎重に判断されること。また対象者において自らが送還されうる立場か否かを認識しうる運用とすることということになるというふうに考えております。米山隆一君。はい。で、まあ、もうここで押し物やめますけれども、じゃ相当の理由のある資料というのですけれども、まずきちんと判断されるということだったんですけれども、これいつまでに誰がどう判断してこの結果をどのように伝えるのかということも、まあ、また適切にやりますというのかもしれませんが、それもやっぱりさすがに決めておくべきだと思うんですよね。だって相当かどうかって結構大変な判断じゃありませんか。で、これ本当にね、今日参考人で来られたその参与員の方みたいな一定の知識のある方なのか、ずいぶん問題的にありましたでしょ。知識として非常に専門、特にこれ2回やってでもまた違うみたいな話なんで、極めて専門的知識を要するわけじゃないですか。で、普通に考えたら結構専門的な知識の人にちゃんと検討してもらうんだったら、まあ、その人をこうどういうふうに配置するかから始まって、やっぱりきちんとした決まりや制度がなきゃ現実問題できないわけですよ。いきなりだって何も知らない人が突然判断しますのかできないわけですからね。だからこの相当の理由がある資料をどう判断するのか、誰がどういつまで判断するのか、その現在決まっているところと、まあ、もし全然決まってなくてまた適切だっていうんだったら今後どうするつもりなのか、それをお答えください。西山
入国管理庁次長。まず相当の理由がある資料の提出の有無については、その送還の可否を検討するにあたりまして、地方局の送還担当部門と難民等と調査部門とが連携しながら地方局全体で判断することとなるというふうに考えております。また当該判断につきましては入管庁本庁とも協議の上、当該事案を担当する地方局全体で判断する運用とすることと考えしておるところでございます。またどのように判断するのかにつきましてですか、これも具体的詳細はまたこれから詰めていくところもございますけれども、迅速な送還の問題と、それと難民等認定申請者の手続き保障、このバランスの問題がございます。そういった観点からすると相当の理由がある資料に該当するか否かについては、提出された資料の内容に外観上真実らしく、その事実によれば難民等を認定をするべき事情が含まれているかどうかを個別に検討した上で判断することになろうかと考えております。米山隆一君。はい、時間が来たので終わらせていただきますけれども、まだたくさん質問都合が残っておりますし、しっかりと質疑をさせていただくとともにですね、今ほど申しました通りで、今ほどねご答弁もありました通り、正直細部が全然決まってないわけですよ。で全体で考えるとかって言ったってな、もう午前中のね参考人の先生方がおられたように、そんな無理なわけですよ。ちゃんと専門家の人を何人配置してどのぐらいやってどうするって決めなかったら、そんな検討ができっこないので、そういうことをきちんと決めていただきたいと。ですので、これまた次回も寄せていただきますけれども、ぜひこの本はですね、一度廃案にして制度設計をやり直すべきだと。で、少なくとも大幅に修正、もしくはきちんと穴があるところを詰めなければならないということを申し上げさせていただいて、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。